さあ今回もビルなどこういったね建物を崩壊させていく物理演算の破壊パズルゲームアブリス遊んでいきます。さあ今回サンドボックスでねちょっと自由に破壊してみようかなと。でこう建物も選べて、あこれいいんじゃない、ちょっと高層ビル的な感じのビル群的なね。え、これ何壊すんだ。なんかカクとなる赤いやつがあるんですね。根元から行けみたいなことかな。ビッグボーイいいね。体験版ではないものもあると。この赤いとこを狙うと爆発して壊せるんですよね。それがないものに挑んでみよう。これ面白いねえ、ここら辺から行けるってことでしょ。オールラウンドは何だろう。あ、足場が多いんですね。まあでも形自体がね決まってるんで別にどっから行ってもあんま変わらない気はする。まあこれで行きましょう。スローモーション、あの破壊の時にってことですかね。あ、なるほど、自由に組めるから、なるほどね。グラビティオフオン、グラビティ重力、今オフなの。まあとりあえず置いてみようか。でレーザーってあるんですね。これちょっと使ってみようか。まあレーザーだけ置いてみよう。ほらこれ、え、これもうピュードーンですよねピュードーンが見られるよ。当たってないけどね。あ、こうやってねゴー。おお、あ、なるほど。え、でもこの崩れながらビーム強いんじゃないの。まあ多分足りないですよね。あ、でもなんかゴンドンが出てる。いけたまであるね。リスタート。ああ、そこからになっちゃうんだ。まあさっきのにして、グラビティオンにしてみて。コネクター。ウルトラヘビーキューブね。これなんだ?ローテーター。ああ、なんかこれ回転するんですかね。こうなんか置いて、こう上に置いて、こう置いたらなんか回転するんじゃない。おーなるほどなるほどめっちゃあれ狂ってる。あ、スローモーションはこれしかないんだあれグラビティオンだからなんか吹き飛んどってるんだね。やばビーム大惨事すぎるよ。あ、ちょちょ、これ、あ、こっちリセットしても、こっちが止まんないんだ。クリア。オッケー、オッケー、オッケー。でも、ここはちょっと続いてますね。でも、グラビティなら、そりゃね、ぶつける方が面白いと思うんですよ。さあ、前回培った技術を回転。ああ、なるほど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 。よし、これならいけんじゃないの?コネクターで各パーツをつないでいると。根元が弱い。根元が。ああ、根元が倒れる。これ逆にこれ、グラビティオフの場合どうなるんだろう。いけ。耐えろ。ああ、耐えんか。おーおーおお。押し押し押し。ああ、ダメだ。お、一発。一発かましてから死んだね。ちょっと足元が悪いです。そうそうそう。コネクタースタートと、コネクター回転、コネクターの支えに、一本刺してコネクター。この真ん中の支えが弱そうなんだよね。で、ちょっと、いやでも、長くないと届かないから、そもそも。ある程度重くせざるを得ないと。GO! どう?
あ、タイ、お、タイトルタイトル。あ、来た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 。短すぎる、今回逆に。コネクター回転、コネクター支え、コネクター回転ね。なるほどね。コネクターが接着剤の分かりだ。いけるいけるいける。タイロ、おし、来た来た来た。おおパーツがやられた。そうなっちゃうか。すごいいい威力だったんだけど、勢いは。なるほどね。頑丈さが足りないか。いや、でもこれ二重の無知にすればいいんじゃないかな。こう下の回転とこの上の回転で別々の動きをしてくれると期待がね、持たれます。いけ。耐えないか。コネクターがあっても。いや、もう終わったね。1個に2個はきついか。ワンヘッドからどう、ワンヘッド。頂点を同じくして、あ、ちょっといい。ゴーじゃない、ゴーじゃない。ゴーでもいいか。さあ、クリアしてくれ。頂点を同じくすれば、いけるんじゃないかなと。問題何をヘッドにするかね。まあ、この横のやつ使うか。レーザーとかだとね、もうね、話が変わってくるんで。これ横向きに、そうそうそう。横向きにして、で横向きなんで、すでにね、ある程度、形決まってますからね。ちょっと突き出てますから。活用して、6個、7かな。77でいこう。4567と。で、ちょっとね、安定感がないからダメなんで、こうウルトラヘビーを2個置いとけばいいんですよ。こうすれば真ん中に安定感があって、ね、支えのもといけるかなと。OK。どう？お、ほらほらほら、耐えてる耐えてる。お、来た来た来た。えい。え、殴れ殴れ、いけいけいけ、殴れ殴れ、あだから、これ突破できないね、これね。なかなか。壊れないか。倒壊って難しいね。やっぱ頭上から狙っていく感じか。もう開始からもう一気にいく感じね。どっちに転んだっていいんだと。右に置けるんで。よし。もう崩壊させることにだけね、重視した。こちらのタワー行きます。ゴッ。おー、いい、いいけど。おー、すごい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 。さ、過去一の威力。おー、いいね。一個残ったね。で、これが多分一番重いんですよね、ブロックとしては。ってことを考えますと、ちょっと待って、もう一個ありましたね。いい考えが。さっきの回転に、あいつ入れればいいんじゃないかなと。で、これ横一本伸ばすと。で、ここね。この辺にコネクターつけて、この下に乗せるというか、コネクタに乗せると。そう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 。で、やっていけば、すごい安定感のもとで、このコネクタ、あー、そっか。ここ、このコネクタが支えないと、上のコネクタは安定感ないけど、っていう、コネクタを支える何かを。ただ、ヘビーとか置くと重いんで、これを、あ、これでいいか。コネクタの方に、乗っけれないこれ。無理かな。じゃあもう一本でいいや。コネクター。回転もさせないといけないからね。これで行ってみるか。ここ一本置きたかったね。これは？回らせないといけないからな。お！いけ！
おお。2発目以降がないよね。回転面白いけど。ここで割っちゃうね。おお、なんか倒れた。被害は甚大。おお、倒れてる。あーっと。強い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 。風でも食ってんのかな。風でも食ってるんじゃないかぐらいの。おおお、倒れてる倒れてる。後から聞いたら後から。おーおお。どうしたぞ。勝手に完全崩壊した。でもこの一発がでかかったんだね。さあ今回ね、ちょっと遊んでみましたね、サンドボックスの方で。まあいろいろね、パーツ、まあ体験版なんで全部はないですけど、試してビームとかを使ったりね。まあビームは強かったね、シンプルに。あれがあれば大体壊せるんじゃないかなぐらいの感じでしたが、ああいうのを使って建物をぶっ壊していくと。でちょっとグラビティなしのビームをちょっと見てなかったね。シンプルにいきます。で、ビッグボーイかな。ビッグボーイの足元をですね、ここだけでぶっ壊しちゃうと、いけるでしょ。ゴッ。あ、そっかそっかそっか。で、滑らせていくみたいな感じかな。あ、でも、ノコギリ的な感じで、削られてってるね。まあ、レーザー使ったそのね、ミッションを多分やってないんで、前回ね。これ合ってるか分からないんですけど、根元からいけるよね、最低限のね、設置数で。まあ、とはいえ、この完全に下が崩壊してるかっていうと、そうじゃなかったりしますけど、なんか面白い破壊になってる、ね。気持ちいいやつだ、これ。気持ちいいやつ。いいね、いいね、いいね。おー。まあ、こんな感じになりましたね。